パリ五輪の柔道混合団体決勝、3日、日本時間4日、で日本は開催国フランスに3、4の大逆転負けを喫して銀メダルに終わり、阿部一二三、パーク24、が一つ上の階級の銀メダリスト、ジョアン・バンジャマン・ガバに敗れた技が議論を呼んでいる。阿部は階級が上のガバに対して果敢に攻め続け、優勢に試合を進める。しかし終盤に、ガバに一本負け、だが、この時にかけられたガバの技が相手に飛び込むタックルのような技だったことで、波紋が広がっている。変則的な肩車と見られているが、柔道では見られない技との指摘が続出。SNS 上では、阿部一二三負けたけどこれなんて技なんだよ。阿部一二三に対するタックルは何？レスリングですか？ラグビーですか？柔道を勉強し直した方が良いのでは？阿部一二三の試合、あれいつから柔道はレスリングになったんだ？などともはや柔道の試合ではないと疑問視する声が相次いでいる。今大会の柔道では疑惑の判定が相次いでいるが、今度は疑惑の技が物議を醸しそうだ。ネットの声、見ていて私も、一体何の技だったのだろうと思いました。体重が上であることを利用して、ただぶつかりに行っただけにしか見えませんでした。あれがありなら体重差の取り組みは絶対に無理でしょう。競技として成り立ちません。あれって本当に柔道なんでしょうか？ JUDO、だからありなんでしょうか？もう訳がわからないことが多すぎて、この競技、純粋に楽しく見れませんでした。阿部さんは本当に立派で涙が出ました。日本選手はみんな素晴らしかった。時代なのか、審判にしろ、選手にしろ日本の国技の柔道とは少しずつ変わっていくのかな、と思いました。寂しいですよね。強いのが嫌なのか少しずつルールを変えるから、こうなるのだと思う。でも、一番は審判の指導を次のオリンピックまでしてほしい。指導を簡単に出す人出さない人、試合途中から出さなくなる人、待てがとても多い審判もいましたし変な間の審判もいました。とにかく選手の気持ちが途切れないようにしてほしいです。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。